福光大前駅は、福岡県福岡市東区は次路級一丁目にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JA06。筑前新宮時代の駅名表島式会前の、校内旧駅名は当駅から至近たる、か谷郡新宮町に由来するが、駅自体は、福岡市に存在しており、駅移転前までは、下りホームの一部だけ、新宮町に含まれていた。 なお、前身である、新宮信号場は、新宮町内にあった。この地は、住吉神社の鎮座地で、博多の住吉神社が本宮を称しているのに対して、こちらは、新宮と称したのが由来である。駅昇格当時、紀勢本線に、新宮駅が設けられていたことから、筑前新宮駅と命名された。島式ホーム二面四線を有する地上駅で、 橋上駅舎を備える。以前は、相対式ホーム2面2線と中央に、上り線の通過線1線を有する地上駅で、普通列車のみ停車とそれに伴う、快速、特急退避を行っていたが、利用者増加のために2001年3月3日のダイヤ改正より、全快速列車が停車し、間もなく駅舎の駅ビルか、ホームの島式か、駅周辺の再開発工事が開始された。 以前は駅舎が福岡市東区ホームは東区と新宮町にまたがっていたが工事完了により現在は駅舎、ホームとも東区内に収まる形となった。駅ビルのある北口と福岡大口の2つの出入り口があり自由通路で結ばれている。駅ビル内に商店街、福岡大前駅ビル、公共施設、小見線は自野が入居している。なお、 福岡大口の一部は福岡工業大学関係者用の通路であり、関係者以外は通行禁止となっている。また、福岡大口は時間帯によってシャッターが降りて通行止めになったりするため、注意が必要である。直営駅で緑の窓口が設置されている。JR の特定特市内制度における福岡市内の駅であり、鹿児島本線では最も東になる。 2019年度の1日平均乗車人員は1万1552人であり、JR 九州の駅としては第12位である。駅前の様子駅を出て200メートル程度歩くと新宮町に入る。駅周辺は新宮町の中心市街地でもある。駅正面、出口誠正面には高層マンションが建っている。なお最寄りのバス停は駅から徒歩3分の 福光大前駅入口。当駅からは、西鉄バスのほか新宮町コミュニティバスも発着しており、愛島都線乗り場や立花山登山口などへ連絡することができる。日本鉄道旅行地図帳12号九州沖縄27ページ、鉄道ジャーナル第21巻第7号、鉄道ジャーナル社、1987年6月、105ページ。交通新聞、 P1 駅ステーション筑前新宮交通新聞 P2 駅別乗車人員上位300駅九州旅客鉄道2020年12月22日閲覧筑前新宮駅に関するカテゴリーありがとうございます